はあ？何を言ってるんですか、あなた方は。昼間から寝言抜かしてるんじゃねえぞ。これは議員まで関わった大きな事件だ。ロンドン死刑には荷が重すぎる。アドラメリク氏も直ちにスコットランドヤードへ移送させるように。ちょっと、どうしてこんな横暴ですよ。いい加減にしやがれ。ここまで証拠を集めてクソ野郎を逮捕できたのは誰のおかげだと思ってやがるんだ。そうですよ、せめて尋問が終わるまではロンドン死刑に任せてください。いえ、任せるべきだと進言します。なんと言おうが、この事件はもうスコットランドヤードの管轄だ。お前らごときが覆せるものではない。アドラメリク議員、どうかご同行をお願いします。おい、犬ども、牢獄はお預けのようだ。せいぜいきれいに吐き清めておくことだ。私が入ることはないと思うがな。てめえ、スコットランドヤードは何考えてやがる。ええ、信じられません。どうして急に。ザフカエル・ビナー、聞きたいことがある。なぜお前らの件にスコットランドヤードが出しゃばってくる。こいつもだんまりか。まあ、連中がこいつを回収しなかった以上、大した情報を持ってるとは思えねえが。私は。ああ？私は、人を救おうとした。そのこと自体は間違っていなかったはずです。まだ言うか、てめえは。いいか、てめえの信念がどうとか、どういうつもりだったかなんてのはどうでもいいんだよ。だがな、てめえがしでかしたことで大勢の死人が出た。救いだなんだと口にする前に、そのことを真正面から受け止めてみろ。ハリー先輩、取り調べは？お前に任せる。うまくやれよ。そんな勝手な。先輩！私のせいで大勢の人が、私は癒しを、救いを与えたかったのに。ハリー先輩の言葉には私も同意します。あなた、人を救うとおっしゃっていましたが、相手のことを考えたことがありますか？信徒の皆さんのことを。ええ、そうです。サルーフ福音教団に集った人々は何に心酔していたのですか？麻薬ですか？偽りの癒しですか？それともあなたの歌や言葉、善意にですか？麻薬の効果と癒しの奇跡、
それが信徒の皆さんを集め、つなぎ止めていました。私の歌なんて、声なんて、誰も聞いてはいなかった。であれば、あなたの行為は間違っています。教会まで買い上げて作った組織です。資金に人脈、さまざまなものがあったことでしょう。悪事に加担するまでもなく、慈善活動もできたはず。あなたが本当に人を救いたいと思っていたなら、もっともっと別のやり方があったはずです。ひどい刑事さんですね。次は優しい刑事が出てくるのでは。慰めてほしいのならそう言ってください。ですがあなたに必要なのは叱咤だと感じました。なんて私も言えたものではありませんが、少なくとも私は警察官として自分の行いが人を守ると考えています。いつかラジオで流れたあなたの歌、あの綺麗な歌声には私も心を打たれましたよ。この方は人を救いたいと真摯に願っているんだって。ザフカさん、あなたがなすべきことは何か獄中で今一度よく考えてみてください。失礼します。私はこの歌で奇跡を、人を救いたかった。私は。くそ、あの犬どもめ、散々殴りやがって。しかし助かったよ。誰の指示かは聞かない方がいいな。ふん、何のことですかな。とにかく助かったよ。で、なぜこのようなところに。牢獄はお預け、せいぜいきれいに吐き清めておくことですか。その言葉には同意しますよ。あなたには牢獄よりもテムズ川の底の方がお似合いだ、アドラメリク議員。ああ、よせ、やめろ。君は教団が人々に救いを与えると言ったな。これが本当に君の言う救いなのか。こんなのは奇跡じゃない。君たちは病に苦しむ人々を騙している。人々を癒す、病に苦しむ人々を救う、そのためなら何でもする。その行為自体は間違っていないはずです。いいか、てめえの信念がどうとかどういうつもりだったかなんてのはどうでもいいんだよ。だがな、てめえがしでかしたことで大勢の死人が出た。救いだなんだと口にする前にそのことを真正面から受け止めてみろ。私のせいで多くの人が死んだ。死は救いじゃないのか。あなたが本当に人を救いたいと思っていたなら、もっともっと
別のやり方があったはずです。ザフカさん、あなたがなすべきことは何か獄中で今一度よく考えてみてください。失礼します。私がなすべきこと、それは。私は自らの行為が間違っていたとは思わない。しかし彼らの言うこともまた間違っていないと感じた。どちらの考えが正しいのか今はわからない。だが幸い私には時間がある。考えましょう。ザフカ・エルビナーのなすべきこと、私の使命について。神よ、我を導きたまえ。道に迷える我を真実の道へ。サルーフ福音教団の礼拝堂から持ち出した証拠品は全てスコットランドヤードに持ち去られてしまった。だが書類を複写しておいて正解だったな。押収したアドラメリクの手帳に書かれていた意味不明の文字、これは暗号文だ。漢字式か。他者に見られたくないもの、知られたくない存在だとすれば、奴らの資金源か黒幕か。グリーンメイソン、秘密結社。